どうもこんにちは、プロイドと申します。今回は、フルオート AR について、威力、レート、ブレなどの性能を徹底的に、比較していきます。12月17日現在、4つのフルオート AR があり、MH941、STG、FG42、BAR となっています。どの武器が自分に合っているのか、など、初心者の方にも、理解しやすいようにまとめています。それでは、フルオート AR の性能を、比較していきましょう。フルオート AR の性能を、火力、扱いやすさに分けて比較していきます。火力は、キルに必要な弾数や、レート、キルタイムとなります。扱いやすさは、射撃時のブレや、腰打ち性能、マガジン弾数、ADS 速度です。まずは、キルに必要な弾数について、近距離、中距離、遠距離、約30メートル以降の、4つに分けて比較します。近距離は、相手との距離が約5メートル。中距離は、約12メートル。遠距離は、約28メートル。30メートル以降の代表マップは、テキサスやアーヘン、グスタフですね。キルに必要な弾数を AR ごとにまとめました。MH941 と STG は、遠距離まで4発、それ以降は、5発に増えるので、30メートル以内で戦いたいですね。一番必要弾数が少ないのは、FG42 であり、遠距離までであれば、3発という強みは魅力的です。逆に BAR は、遠距離で1発必要弾数が、増えるので、中距離で戦うのがベストでしょう。次に、レートを比較します。上からレートが高い順に、並んでいます。MH941 が、圧倒的に高く、ラピッドファイアをつければ脅威の、900rpm となります。BAR と FG42 は、一発の威力が高いため、低レートとなっています。BAR に関しては、ラピファの効果が大きいですが、FG42 は、ほとんど効果がないため、相性は、あまり良くないです。STG は、良くも悪くも平均的です。必要弾数、レートを踏まえた上で、キルタイムを比較します。今回は、近距離、中距離、遠距離、約30メートル以降の、4つに分けて比較します。やはりレートの高い、MH941 は、キルタイムで圧倒していますね。ただ、射撃時の扱いやすさを、考慮すると、BAR や STG の、方がキルタイムは安定するでしょう。FG42 は、遠距離の強みを活かしたいところですが、射撃時のブレに癖があるため、慣れが必要になります。ラピファとの相性が良い MH941 と、BAR は、キルタイムが大きく向上するため、火力と扱いやすさを両立させることができます。次に、扱いやすさに関係する、射撃時のブレについて比較します。それぞれ、3マガジンずつ撃った時の、ブレを見ていきます。MH941 は、高レートと引き換えに、上、右ブレが非常に大きく、撃ち始めて、すぐにブレが発生する時と、徐々にブレる時があるので、制御が難しい印象です。STG は、ブレが控えめであり、中距離程度であれば、リコイル制御はほぼ不要です。逆に遠距離以降を、しっかり当てれると、キル数が、ぐっと伸びるでしょう。FG42 は、上ブレに、若干の横ブレが混じっているため、人によっては扱いにくいと、感じるかもしれません。BAR は弱体化で、ブレが増加しており、遠距離の敵に対応しにくくなりました。グリップをつけると、すべてのフルオート AR で、ブレが抑制されます。特に効果があるのは、MH941 と BAR です。次は、腰打ち性能について比較します。クロスヘア内に円を描き、円の直径のピクセル数で、腰打ち性能を比較しています。近距離4発キルの、MH941 と STG は、腰打ち性能が良く、ADS が間に合わない、とっさの対応に使えます。ステディエイムをつけると、すべてのフルオート AR について、ピクセル数が半分程度になりました。近距離で、SMG に打ち負けることが、多い場合に、つけてみてはいかがでしょうか。
次は、マガジン弾数を比較します。STG は、レートも平均的なので、弾の心配は少ないです。問題は、M1941 です。800rpm の高レートで、25発は少なすぎます。角マガをつけるか、基礎トレーニングのハッスルで、カバーしないと連戦は厳しいです。そこまで近距離戦にならない、BAR や FG42 も、戦い方によっては、角マガをつけた方がいいですね。最後に、ADS 速度を比較します。上から、ADS 速度が速い順に、表示しています。レートやキルタイムを考慮すると、FG42 の 0.3 秒は遅いと、感じました。同じく、近中距離3発キルの、BAR も 0.3 秒にしないと、バランスが取れないですね。クイックドローの効果は、そこまで大きくないため、他のアタッチメントで、性能を上げた方がいい場面が、多いです。以上、火力と扱いやすさに分けて、7つの項目を比較していきました。近中距離の、キルタイムが速い、M1941、射撃時のブレが少なく、マガジン弾数の多い STG、火力、扱いやすさ、どちらも高い水準の BAR、3発キル射程の長い、FG42、性能を理解して、お気に入りのフルオート AR を、見つけてみてはいかがでしょうか。アタッチメントの性能を、より詳しく知りたい場合は、個別の性能検証動画からご確認ください。ご視聴ありがとうございました。